まあその歴史もあるけど、うん、それはまあそういうことで西部行くじゃないですか、太平洋のあのところで西部、ほんで根本さんがいたでしょ。そう、最初ね。ほんで最初の監督が根本さんで、フロリダかどっか行ったでしょ、キャンプ。そう、ブラデントン、ブラデントンに行ったんですよ。あれどこでヤンキースですか。いや、どこでしょ。いや、ひどい、パイです。パイです、パイです、パイです。ひどい、弱い球場でよ、行ったのよ。そういえば話すと思うけど、パイレーツの監督とハワイで一緒にみんなで酒際だとか、みんなで一緒で家族でみんな行ったじゃないですか。ハワイ、ハワイに遊びに。あ、そう。で、前原、エンジェル前原のエンジェル前原いて、うん、それでその時にあのパイレーツの監督もいたんですよ。本当ね。お前は覚えてる。いや、覚えてるでしょ。忘れてるでしょ。当たり前だよ、なるほど。それはだから俺は結構覚えてるんだよ。ハワイに行ってね、榊原も死んだからね。死んだ。え、あれは。これは。え、この。だからそんな思い出があったりしてね。それで、あれですよ。その、西部へ、まあ、行った後、うん、まあ、ちょっと野球人生変わってくるじゃないですか。いやどうだったんですか、あれ。いや、あれは俺の人生の大変換期だよ。うん。もうあれなかったら今日ないよ、うん、ね、それは最初はさ、俺はもう島のユニフォームでね、うん、終わりたいって思ったよ、うん、ところが、まあ今言った、いや、それはそうですよ ね、10年終わったオフに呼ばれて、うん、あ、トレードかなと思って車運転しながら、うん、あ、トレードと思って、うん、当時の監督に田淵君、高校声掛けでトレードだって、うん、どこですかって、セーブライオンズだって。1年目だ。苦でしたね、あれは。新生ライオンズ。ああ。その時に、根本さん監督。根本さん監督。ね。でも、それもね、またね、ようん、な、個性の先輩なんだよ。だから、そういう点ではね、ついてるとこあるんだよ。ああ。いや、それは、やっぱりそういう流れがあるんですよね。流れがあるんだ。ほんで、その後、根本さんの後に広岡さんが来たでしょ。だからね、俺さっき、うん、恩師っていう師ということを言ったけど、うん、やっぱり広岡さんは入る。広岡さん。なんでしょうね。うん、だから、今はね、松永さんのことは嫌いだったって言ったけど、うん、最後は今、あ、今、本当にあの人のおかげっていうの、うん、そうそう。最初はね、俺とトンビ、東尾とかさ、石毛とか、あ、おい、根本さん辞めるらしいで、次誰や、うん、広岡さんだよ。嘘だろって。お前、あの方、冷酷冷徹っていう言葉通りの人だろう。うん、それで、ね、お前そんなもんね、白飯なんか食えねえぞとか、うん、いろんな話でさ、そしたら本当に11月に発表があった、うん、そしたらあれだよ、みんな呼ばれてさ、うん、私が広岡達郎です、うん、挨拶来たよ、うん、あ、俺も人生やり終わったな、うん、これで終わりだ、あ、そしたらね、あ、今でも忘れない、この球団でね、最高級取り、うん、ね、なかなか新聞出たね、その話、はい、走れない、守れない、うん、こういう選手がね、最高級取りということ取ってるのおかしい、っていう名前がある、誰だって分かるじゃないですかね、そんな、そら、東京とか俺の子パッと見やがる、俺がうんって言わん今度はね、7回までいいピッチングしてもね、うん、すぐ打たれてる、うん、東野はね、で、太田拓司なんか、うん、いつもいいなと思ったらな、足は痛いとか、ね、痛いとかって、ここ一番使えない、大したショートでもないで、うん、ボロクソに当たるの、俺たち、あ、すごいね、これだけど、後で思えば、手だよ、うん、人を刺す、そしたら俺たちさ、クソと思ってさ、こんな言葉で言われて、で、ロッカー帰ってきて、おい、トンビ、みんな集まれって、うん、お前、あんなこと言われて何とも思わないのかってさ、うん、頭に来ましたよって、おい、優勝しようって言ったよ、うん、俺が結局逆になったんだ、力優勝しよう、な、うん、やりましょうよ、お前優勝したら何する、胴上げするだろ、うん、そうそう、3回目で4回も落とすよ、そうそう、いや、これが、ね、その手があるよ、これが俺たちの合言葉、なるほど、それで春野行って、うん、春野や、コーチのこっちの穴行って、うん、ね、胸に投げろ、目が離すな、そんな子供時代教わってるわ、うん、っていうような野球を一から教わった。
でもそれは結果的に良かったわけでしょ。だからその日ね、ここまで行ったら、で寝ましたって言ったら、またそれ以上行かなきゃ、もうどんどんレベルアップしていけないんだ。なるほど。で、たまにあの強くなる。だから、まあ結論から言えばあの人のおかげで俺今日ね、57年、58年、日本一、中日、巨人破って、あれがあるからこそ、俺の今日、いろんな優勝ビールは痛いよ、目に痛い、つるつるが痛いよとか、いろんなことを、どういう付き合いで、どういうまとめでなったかっていうのは語れるわけですよ。いや、昨日のね、八木沢さんもそう言ってたんですよ。あ、そう。ちょうどいたでしょ、西武に。あの人、ピッチング工事かなんかで。俺の後な。あと。あの、広岡さんの時に。広岡さんの時に。そう、森さんと。やっぱり言ってましたよ、それって。だからあの当時の連中に聞いたら、みんな広岡さんのことを言う。山崎さんだけかな、悪口言ったら。あと東村だ。東村だ。でもあの人たちはある意味反面教師で。いや、俺もね、それは最初はそうブータンでしたけど、優勝したから。うん、いや、ね、それからだって黄金時代だ。東村が、おっさん、胴上げしたら落とすんだろって言うから、待て待てってな、まだ先は長いんだからって、でな、優勝したらな、給料上がるしな、ハワイ旅行もできるんだぞ、ね、こういういい人をね、落としちゃダメだよって言ったら、あんた変わったねって言われたからさ、お前人間変わらなきゃダメだよって。コロコロ変わるって。いやでもだから俺、広間さん、ね、もうここ十何年、2月9日が誕生日。はいはいはい。92歳、この間も2月電話して、元気です。そうですか。なんかベーマーとかによく出てきて、もうまだね、本当に足はね、ダメだけどね、喋り方はね、もう全然。あ、そうですか、やっぱりみんなそういう、そのなんか自分のあれになった人がいますよね。田中さんはもう、いいとこ見てるじゃないですか、広岡さんと。広岡さんと喋ったら2時間ぐらい、あ、1時間ぐらいすぐだよ。あ、その時に森さんがいたでしょ。森さん、森さんどうでした。森さんのこと、よく言う人いないけど、これです、これですって。サインサイン。ああ、そう。でもまあ、でもそういう人がいたから強くなったっていうのもあるじゃないですか。そうよ。だから広川さんの後に森さんがやって、清原愛知さん、宮原ね、工藤だ、それでだから森さんはラッキーな時期に監督やったよ。だから名監督は名選手が育てるんですよ。いや、そうですよね。だろ、やっぱり選手だけは勝てないもん。で、その西武が終わってから、ダイエにどこで終わったんですか。西武で終わったんですか。西武選手は西武で終わったんですか。阪神10年、西武6年、16年。